はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。今大阪吹田の倉庫に来てます。いいピアノ見つけたんです。アトラスのですね NA605 というモデルなんですけど、音がめちゃくちゃいいんですよ。もうあの在庫たくさんあるのでね、あんまりちょっと業者さんから無理に仕入れることないなとは思ってたんですけど、ちょっとね音出してみたらあまりにも良くてですね、ちょっと業者さんにちょっとこれ仕入れさせてくださいとお願いしてね、たった今うちの方にこの所有権が移ったというね状態なんですね。見てください、アトラスというのはねもう日本4大メーカーの一つですよね。ご存知のようにね、かわいい、ヤマハかわいい、アポロアトラスと4大メーカーと言われた、もうしっかりしたピアノ工場で間違いありません。それはね、国立音楽大学の指定工場とね、いうふうに言われた当時ねメーカーで、今はもう製造ねやめてますけど、アトラスね、もう中古でもたくさんありますよね。外装はですね、赤い色、マホガニっていうのかな、こういう色ですね。でここにこういうちょっと飾りがちょっと入ってるけどさりげなくね、これがまた可愛いですね。まあ赤いピアノですから女の子はお喜びですね。木目も綺麗ですし、はい、こういう状態、あんまり傷ないです。傷ない、大事に使ってはったみたいでね、あんまり傷はないですね。ペダル3本ですよ。はい、猫足は、前に曲がった猫足ですね。可愛らしい感じ。アトラスの NA605、 製造番号はこっち書いてます、360267ですね。中の状態です。はい、こんな状態ね。なんじゃこれは、ハンマーこれだけちっこいですね。どうしたんやろ、これちょっと変えなきゃいけませんね、ハンマーね。なんでこれだけ小さいのかなはい、これは削ったのかな、ちょっとこれ調べますけど、これだけ小さいですね。はい、一応全部ねきちんと手は入れますので、こういうアンダーフェルトのついたねいいハンマー使ってます。はい、それでは音を聞いてください。すごいですよ。まず低音から、評判がいい、グランドピアノみたいですよこれ、ね、はっきりした音、中音部は、ふくよかな、包み込むような、スマホで聴いても結構わかるんですよ音っていうのね。まあとにかくね響板が鳴り切ってます。で高音側がどんな音か、キラキラキラっと、生で聴いてほしいな、本当にすごい、これはすごい。久々にこれを弾きましょう。ヤマハかわいいじゃなくていいし、できるだけ格安でとにかく音のいいピアノが欲しいという方で、色はね、この赤い色がいいかなという、もうそういう方にとってはこれちょっとたまりませんね。これね生で弾いてもらったら分かります、すごいですよこれね。はい、後ろも映しておきましょう。支柱が6本、頑丈ですね、6本支柱ですね。これは大阪箕面から買い取ったら書いてありますね。はい、業者さんからのね仕入れたものですけれども、アトラスこれはいいですね。はい、なかなかここまですごいすごいっていうことは私少ないのでね、本当にすごいです。もうアトラスでこれだけね、なってくれてるのはね、いいと思います。ぜひ、商談で押さえてください。それから考えてくださいね。はい、それではありがとうございました。アトラスの NA605 のご紹介でした。それではさよなら。